何食べたの？ねえねえ、ほーほーほーだ。コーンスープにパンチって食べた。あー、美味しそう。私今日ソフト麺で、ソフト麺か。はい、星川、どうしたの？保護者面談の日程出してもらえなくて。気をつけた方がいいかもしれませんね。子供より親の面倒の方が大変な時代だからね。やっぱりクレーマーみたいな親っていますか？モンスターですよ、モンスター。教師受難の時代です。おい、ちょろつけ、食べろ。校長、本日からまた職務に復帰します。温かいお見舞いの言葉をくださったこと感謝いたします。で本日4月25日はですね、6年生身体測定と視力検査があります。先生の着任早々留守をしてしまって、子供たちはよろしくお願いしますね。はい、